私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。ファンとの絆は魂レベルの永遠の絆。私はそんなあなたの言葉を待って、あなたの言葉だけ信じるよ。郡川清。22年の歌の道。ファンの皆様との絆は、どんなに離れていても、どんなに破壊されようと、する試練が来ても、深い深いものがあり、魂レベルで永遠だと、そう確信しています。郡川清。上記は昨年の7月30日頃にインスタグラムのストーリーズにアップされた、清さんのメッセージ。何度も読み返して、改めて皆さんにお伝えしたいと思いました。清さん。それとも、キーアイナって呼んだ方がいいのかな？あなたが選んで決めたことなら、それがベストな選択だと思ってる。どんな時も皆を励まし続けてきてくれたあなただから、もし郡川清であるがゆえに、叶えられなかった夢があったとしたら、それをすべて叶えてほしいよ。ファンとしては、あなたに会えなくなったら、自分がどうなるんだろう？とか、待っていたいけど、待っていても良いのかな？とか、ざわざわとして葛藤も生まれてる。でも、昨年の紅白歌合戦で歌ってくれた、歌は我が命での歌唱や、すぐに浮かんだという歩き続ける歌の道という今年のツアータイトルがあなたの答えなのかなとも勝手ながら思ったりして、正直、いろいろな思いが渦巻いてるけど、なぜ？どうするの？と、これ以上の詮索はしない。デビュー以来、歌謡界のトップを走り続けてきたあなたにしかわからないことがたくさんあると思っているから、私はこれからのあなたの言葉だけを待って、あなたの言葉だけを信じるよ。これまで、郡川清号に乗せさせていただいて、乗船しなければ生涯見ることがなかったであろう夢のような景色をたくさん見せてもらってきたから。今は、2022年の大晦日という港へ向かってまっしぐら。港が近づいてきたら、心乱れて泣いてしまうことももしかしたらあるかもしれない。だけどあなたに会えない時間も、あなたに恥ずかしい生き方はできないなってことだけは私の中でもう決まってる。私ね、自分の心の中を眺めてみたんだけど、やっぱりあなたには感謝の思いしかないんだよ。改めて心からのありがとうを送ります。さて、皆様。昨年からインスタグラムのストーリーズで思いを吐露されているように感じられて、ずっと書き留めていました。24時間で消えてしまうものなので、清さんが再アップすることがなければ、もうどこでも読めない言葉たち。だから、ここに書きます。昨年の11月23日頃には、私に希望を、作ってくれた音楽、私を悩ませた音楽、私に世界をくれた音楽、そしてあなたと私との、縁を作ってくれた音楽、同日に加えて、たとえ、口を閉ざされたままでも生きている時に生まれ変わろう。そして11月28日頃にあの子もあなたも私も You are you 私らは面白いことたくさんしていこうと思えばこの時期にはもうすべてが決まっていたのでしょう。私らは面白いことたくさんしていこうってこの精神いいじゃないですか。そう思うと、12月24日に放送された限界突破レディオも思い出されます。クリスマスに家族でケーキとチキンでお祝いしたというリスナーからの投稿を受けて、いいですねからと感じ入ってから、こういう平凡を夢見ていましたけど、ね昔は、とおっしゃってから気を取り直してという感じで、でも、これから、と、そして、こういう時間が欲しいと思っているので構想を練っています。海外で生活するとかして自分の欲しいものを手に入れる。そんな風にお話しされると、聞き手の寺島久忠さんがそのことにはコメントされずにさっと話題を変えられたので、逆に不自然なものを感じて、ピリオド。書き殴りではありますが、ノートにメモしておいたのです。昨年の3月29日にそれまでの郡川清節から限界突破レディオと番組名と日々のテーマ
月曜日から金曜日まで週5日放送もリニューアルされた際、ラディコーで1週間分まとめて聞くこともあるので、氷川きよし、限界突破レイディオの音なるものを作ったのです。日付と曜日、その日に流れた曲目を書き留め、加えてその日が CD 発売日や、コンサート開催日、テレビ制出演される日であれば、そのことも書き添えるというスタイルで始めました。番組がリニューアルして2ヶ月目くらいからだったでしょうか？今だから話せるという初めて耳にした貴重なエピソードや、とても深い話をされることも多くなり、心に残ったトークを自分で読み返した時に内容が思い出せるよう、自然とその内容を書き留めるようになっていきました。おととい、1月19日は、冬のペガサスを流してくださり、この曲について、自分自身の人生の分岐点になった曲です。し尽くすことを恐れはしない、心までは渡さないから、悲しみながら震えて眠る夜にも必ず朝が来る。これは2番の歌詞なんですけどね。ここ本当に好きで、人間って過去、現在、未来って生きているじゃないですか。それで過去のトラウマだったり、過去に縛られて、そして現在があって、未来のことを考えてうまくいかなかった場合のことを考えて不安になるんです。でもし尽くすこととか失うことを恐れていたら本当に生きていけなくなる。だから失ってもいいやぐらいの思いでやって、強く生きていかなければいけないんじゃないかなって思わせていただける一曲です。と、思いを言葉にされていましたね。お雑煮の笑いをされていて、今年のお正月は一人で静かに過ごされたとおっしゃっていたので、今回のことが決まってからの収録と想像すると、飾らない今の心境にも思えてきませんか？ところで、このノート、なんと、今日までケツかさず続いてきたので、忙しくてピンチもありましたがかん。このまま順調に行けば番組の1周年の時にブログでノートのことを1年続いたということでご報告させていただけるかな？と思っていたのです。このラジオを書き留めるということも、大好きなものを自分なりに最大限に味わうことの大切さを、きよしさんが気づかせてくださってから始めたことでした。そう。今日、2022年1月21日のことを、私は生涯忘れません。午後6時35分頃に、きよしさんの2022年いっぱいでの活動休止のニュースを知りました。多分、6時30分に、事務所とデコ、度会社の HP に掲載されたのだと思います。金曜日の終業後、土日を挟むことで、殺到するであろうマスコミの取材やファンからの問い合わせに少し猶予を作るための判断だったでしょうか？氷川きよしに関する大切なお知らせ。平素は格別のご後輩を賜り厚くお礼申し上げます。この度、氷川きよしは2022年12月31日をもちまして一旦歌手活動をお休みさせていただくことをご報告申し上げます。これまで氷川きよしを22年間応援してくださったファンの皆様、ご支援くださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます。2000年2月2日にシングル、箱根八里の半次郎でデビューして以来、22年間歌い続け、走り続けてまいりました。ここで一旦お休みをいただき、自分を見つめ直し、リフレッシュする時間を作りたいという本人の意向を尊重し、このような決断に至りました。お休みの期限は特に定めておりませんが、お休みに入るまで約1年ございます。コンサートツアー、6月からの劇場公演などで皆様にお会いできるのを楽しみにしております。今後とも氷川きよしへの温かいご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。2022年1月、株式会社長寮プロダクション、日本コロンビアさんの HP にも上記同様の文面がアップしています。私は、このニュースを何の因果かきよしさんの所属レコード会社で、スタッフの方から知らされました。
夕方からある方の取材のために伺っていたのですが、待ち時間に少し前に会社にとっての重大ニュースが発表されたということでお話がありました。以前の社屋には HK のど自慢の予選会で伺ったことがありましたが、現在の場所に移転してから伺うのは初めてだったので、清さんにお会いできるわけではないと分かっていても、エントランスのハッピーのデジタルサイネージ、電子ポスターを目にしてなんだかドキドキしてしまって、空がその数分後に清さんとは全く関係のない取材で、突然、清さんの名前を耳にし、さらにその内容に青天の霹靂というか実感がないままに、その場でスマホで HP を開いたのです。1時間ほどの取材が終わって、外に出ると、ネットにはという感じで、たくさんの清さんのニュースが上がっていて、帰宅すると NHK ニュースでも報じられていました。大きな話題になっているため、いろいろなことが書かれてはいますが、清さんの担当記者の皆さんは、ほぼ、とにかく休養したいという思いが強いが、それほど長い期間ではないとの見解で、そこに、担当記者の方たちの氷川清への愛と励ましを等しく感じて、じんときたのです。思えば20周年を華やかに飾った直後のコンサートでだったでしょうか。母に今まで頑張ったんだから少し休んだらいいよと言ってもらいました。とお話しされていたことがあって、清さんの全てをご存知のお母様にそう言っていただけたことがとても嬉しそうでした。でもその後、休むどころかますます忙しくなっているように見えたのですが、もしかしたらあの頃から少しずつ準備を見ていたのかもしれませんね。今や自身で更新し続ける前人未到の数々の記録も、輝かしい勝歴も、すべては過去のもので生きている今現在が大事だとおっしゃってきた清さんですが、今回の決断に改めてそのことが浮かび、本当に言葉に嘘のない人だなぁと思います。皆様、このタイミングで、明日は、浅草の木馬亭で西寄東さんのトークライブがあり、私、チケット予約しているので参加します。また、そのご報告をさせてくださいね。そして来週は八王子でのコンサートに昼夜、参加します。大晦日までの日々、清さんにありったけの感謝の思いを送りながら、同時に今回の発表で私にも、このブログの一つのゴールが見えてきました。これからゴールを見据えて、寂しさに押しつぶされてくじけそうになることもあるかもしれませんが、皆さんと心を一層深くつなげて、清さんがくださる感動を書き留めていきたいと思っています。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。